もともと J グループの旅行会社に勤務をしてまして、はい、でやっぱお客様は生産者の方、農家の方が中心で、やっぱりまあものづくりをされている方々でした。でやっぱりそういった方々といろんな話をしていくうちにですね、やっぱり自分もものづくりっていうものに挑戦してみたいなという思いが芽生えまして、でそれからまあそれを生産者の方とかにこういろいろご相談をさせていただいたところ、もう今すぐにでもやるべきだと。自分は魚釣りも好きでしたし、やっぱり海辺の生活っていうのにも憧れもありましたし、でまあそんな思いから漁業の道を選んで、やっぱりものづくりという観点から養殖の方へチャレンジをしてみようかなということで今日に至っております。いろいろ調べていくうちに、まあ、岩手県の方で水産アカデミーという、まあ、全く漁業を始めての方でも門戸を開いて、まあ、座学、それから実技の研修、まあ、いろんなことをサポートしてくださる仕組みがあると、まあ、聞いたので、早速申し込みをして、水産漁業全体のことを非常に分かりやすく教えていただきましたし、6次化とか販売といったいろんな展開にも役立つ講義を聞かせていただいて、すごく勉強になりました。またそこで仲間ができたのがすごく大きな成果であったかなっていうふうに思います。やっぱり自分一人ではなかなかやっぱり分からないし、いろんな悩みとか相談、疑問点を共有できる仲間がいるっていうことが、やっぱり、ね、すごくまた水産アカデミーに入ってよかったなって思うことですね。まあ嵐の日もあれば雨や風の日ももちろんありますし、ただ海の中で命を預かる仕事をしているという認識をしてやってますので、まあ、そういう部分ではやっぱり人間の都合よりも、まあ、育てるホタテやワカメの都合で仕事をしなきゃいけないなっていうのがあるので、まあ、そこはやっぱり、大変なところもあります。やっぱり自分が やっただけの成果がきちっとあれですかね、現れるし、まあ、自分が変な話怠けたら結果はきちっとそれなりになっていくし、本当にやり方次第っていうのをすごく感じますね。あとはやっぱり自分たちが育てたものがまあ消費者の方に喜んでいただける。それが一番のこの仕事の喜びであり、楽しさであり、やりがいであるのかなとも思います。岡田さんは3年目になりますけれども、どうにかこうにか吸収して、もう精一杯やって、もう自分で独立できるようなところまで来ました。あとは質の良いホタテ、誰にも負けないようなホタテを作って、お互いに切磋琢磨しながら生
ければなと思ってます。難しい時もありますが、そこは夫婦で乗り越えられると思いますので、とにかく一生懸命頑張っていいものを作って、やってよかったなって思えるような仕事を